札幌ホールディングス新州一味噌新州一味噌株式会社は東京都東久留米市に本社を持つ味噌メーカーで札幌ホールディングスの子会社である。みこちゃん新州一味噌のイメージキャラクターのみこちゃんは赤の地に大きな花柄の和服を着て黒いモンペ様のパンツを履き黄色いちゃんちゃんこを羽織り頭頂部で二つの小ブに湯わいた髪には左に赤い椿様の花をつけている。 動きのないものは、正座をしている、女の子の姿である。これは、洋画家の西原博士が描いたもので、登場直後は絵のみで名を持たなかったが、1962年、テレビ CM 及び新聞広告で大規模に公募され、正式に、ミコちゃんとネーミングされた。シンちゃんもう一つのキャラクター、シンちゃんは、ミコちゃんの弟で、同様に、西原の筆による、 イガグリ頭で紺のかすりの着物に姉同様の黒いモンペ様のパンツと黄色いジャンちャンコをつけた男の子の姿である。縄を用いた電車ごっこに興じる姿が定番である。命名の経緯も姉同様である。諏訪湖畔に佇むミコちゃんとシンちゃんの描かれた幅約4メートルもの大きなタイルモザイク画が存在する。1967年に制作され、 正門の移転によりいずれ取り壊されると報道されたが、移転したのは本社屋で、それと同時にタイルモザイク画も移転した。1955年前後という民間テレビ放送の創世記、すでに、ミコちゃんと、シンちゃんの登場する、テレビ CM が白黒のアニメーションで制作されていた。また、汽車で運ばれてくるイメージを訴える。 シュッシュポッポで始まる CM ソングは、新州一味噌の名を広げた。1966年5月15日、日本テレビの演芸番組、商店の放送開始にあたり、龍角さんと共に、初代のスポンサーとして名を連ねている。同番組では、セットに、スポンサー企業と、その宣伝文句を添えた看板が掲げられていた時期があった。その当時、右側には、ミコちゃん、 イン、シンチャン、イン、シンシュー、一味噌、左側には、五本。といえば、龍角さんであった。その後、1968年5月、同番組の放送開始時間が、16時30分から、17時20分に変更された際に降板した。ありがとうございます。